ちは、ソフィアです。今回は2023年9月24日にオープンしたばかり、ヒルトン横浜に宿泊いたしました。場所は JR の横浜駅から約11分、みなとみらい線の新高島駅からだと5分程度のところにありまして、わかりやすい目印で言うと、このアンパンマンミュージアムの真後ろに位置しています。世界最大級の音楽アリーナ、K アリーナのすぐ横に位置しておりまして、客室数は全部で339部屋。そんなに巨大なホテルではないんですけれども、こちらのヒルトン横浜を運営している県コーポレーションが同じく手掛ける横浜のハイアット315部屋、横浜のウェスティン373部屋とほぼ同等レベルの大きさのホテルとなっております。フランチャイズにつき直営のヒルトンとの違いというのが、細かいところでいろいろあるらしいんですが、最初にお断りしておきますと、私はホテルの上級会員様が受けられる特典だったりとか、ヒルトンオーナーズクラブについて全く何も知りませんので、そのあたりの情報一切出てきません。はい、そちらご了承の上、引き続きご視聴お楽しみいただければなと思います。とっても庶民的な感覚でこの新品出来たてほやほやのヒルトン横浜をレポートしていきたいと思います。私が今おりますのは1階の車寄せのところからホテルの中に入った様子でございます。正面にはゴールドとブラックが美しい螺旋階段が上上と伸びております。建築デザインのコンセプトは横浜デコ、アールデコ要素である幾何学模様や直線を多用したデザイン、そして横浜の港をイメージしたブルーを差し色に使っているところがポイントだそうです。今映っておりますのはロビー階、フロントデスクの正面にあたるウェイティングスペースです。すべてガラス張りの側面からは、天気がいいと本当にたっぷりと光が入ってきて、このゴールドの装飾がとっても綺麗に輝いておりました。今はね、ちょっとあいにく天気悪いんで、あんまりその良さが伝わってこないんですが、とても美しいフロントデスクでございました。それでは今日は早速寄り道せずにお部屋に向かいたいと思います。私が泊まるのは今回11階のお部屋です。客室は7階から15階までが低層階、16階から21階までが高層階の指定となっております。お部屋のタイプはデラックスルームのツインです。デラックスと言いますが、一番お手頃なランクのお部屋となっております。一番ベーシックなお部屋ですね。まずはお部屋の全貌をご覧くださいませ。ちなみに広さは31平方メートルとなっております。では入り口に戻ってルームツアー始めていきたいと思います。まず目に飛び込んでくるのはロゴ入りの真っ青な傘が2つ、そして使い捨てのスリッパはとてもふかふかで履き心地がいいタイプでした。こちらも2つ袋に入っておぎょうぎよく並んでおります。その隣には幅が広めの姿見、そしてクローゼットスペースがございます。棚の一番上にはとっても立派なバスローブがありました。ハンガーは2人で使っても十分な本数用意してくださっています。そしてこの袋に入っているのはアイロン台ですね。反対側には靴べらとブラシがひっそりと収納されています。で、この荷物が置ける棚の引き出しの中にはパジャマが2つ、これは上下別々のものでございます。で、このクロスはですね、おそらくシューポリッシャーだと思います。特に何も書いてないですが、靴磨きに使えるやつだと思います。下の引き出しの中にはランドリーバッグ、ランドリー用の伝票、そしてアイロンがしまわれております。側面には消臭スプレーの清水化がかかっておりました。続いてベッドルームのこのテレビの周りから見ていきましょう。ちなみにこのお部屋はコネクティングルームになるお部屋のようで、テレビの横にドアがついております。通常は開かないようになっているのでご安心ください。ホテルのご案内に関する情報はすべてこのテレビモニターで確認できるようになっておりました。
そしてこのボトルが2本ございますが、これはペットボトルのサービスの代わりにリユーザブルボトル、再利用可能な瓶に入ったお水のサービスです。こちらは自由に飲むことができます。続きまして、私の大好きなお茶コーナーを一緒に見ていきましょう。右の扉を開けるとこんな感じでセッティングされております。上の棚にはドリップポットの本体とコーヒーのカプセル、そしてお茶が3種類で、お砂糖やミルクなども入ってます。カフェインレスコーヒー、モカ&キリマンジャロ、シティロースト、それぞれ2つずつ、計6個ですね。そして紅茶がアールグレイとイングリッシュブレックファーストかな、そしてカモミール3種類ございます。飲み物の種類と数が多くて私は大変満足です。下の棚には湯沸かし用のケトルとアイスペールが入っております。製氷機は全ての階に設置されていないので、私は10階までエレベーターで行く必要がありました。一番上の引き出しの中にはカップ&ソーサーやコースター、そしてカトラリーがいくつか入っておりました。グラスはコロンと丸っこい感じとタンブラーが2種類です。その下には冷蔵庫が収納されています。こちらは至って普通の冷蔵庫です。見たことがあるおなじみのやつでございますね。ではデスクスペースも見ていきたいと思います。ライティングデスクそのものは割とこじんまりとしているんですけれども、縦の幅がしっかりあるのでパソコンを使った作業もとてもしやすかったです。ハウスフォンはこんな感じで、アクセサリーのトレイも黒で統一されておりました。椅子は本当にありがたい、しっかりと背もたれがついたタイプでございます。デスクの上にはボールペンとメモパッドも用意されています。なんかこの鉛筆マークが可愛いです。さて、窓際にはサイドテーブルと一人掛けのソファ、そして間接照明と一息つくのにちょうどいいスペースが整っております。優しいアイボリーとふっくらとしたデザインがとってもお部屋を印象付けているこのベッド周りなんですけれども、水色の壁紙ともとっても合っていて、私はすごく好きな雰囲気です。ベッドリネンは白に折り柄のバーチカルストライプがあって、とてもさっぱりパリッとした印象でした。このメリハリがいいですよね。あとこのお部屋に来てふと思ったんですが、ベッドスローを敷くコーディネートっていうのはもう時代遅れなんでしょうか、あんまり流行らないんでしょうか。最近オープンしたところってあんまり見ないですよね。はい、私の素朴な疑問でした。ベッドサイドの各種電源でございますが、 USB ポートがタイプ C になっていたのがなんかすごく新しいなっていう感じがしました。で、常備灯は、はい、ちゃんとつきます。最後にもう一度美しいベッド周りの全体像をご覧くださいませ。それでは今度はですね、水回りの確認をしていきます。こちらの引き戸を開けると、お手洗い、シンク、そしてバスタブですね、お風呂すべて一緒になっております。表現としては3ピースバスルームという説明になっておりました。ホームページを見る限り、プレミアムルームなど一部の客室はお手洗いが独立しているタイプ、洗い場があるタイプなどもあるそうですが、この3ピースバスルームという客室のタイプもかなり多いみたいです。ここは好みが分かれるかなと思いました。パッと開けた時の印象は正直結構狭めだなと思いました。では充実のバスアメニティを一つ一つ見ていきたいと思います。小さな黒い引き出しの中には、折りたたみタイプのヘアブラシ、シャワーキャップ、そして歯ブラシセットが2つ、シェービングジェルが入ったカミソリのセットが2つ、コットンと綿棒のセット、マウスウォッシュが2種類、それと香りのついていないバスソルトが2つ用意されています。基礎化粧品のセットもあらかじめ2つ置いてあります。クレンジング、洗顔料、化粧水と乳液、それぞれ1つずつのパックになっています。
洗顔用の固形石鹸も別で置いてあります。体を洗うためのタオルはちっちゃく丸まっておりました。で、これがすごい嬉しかったんですよね。ハンドソープが右側、左側は保湿用のボディーローションでした。私自身荷物が増えてくると真っ先にこういう、まあ、1日ぐらい塗らなくてもいいかみたいなものを手放してしまうので、ホテルにあらかじめ置いてくださってるととてもありがたいです。あんまりね、ないですからね。続いて映っておりますのはとってもキラキラ美しく輝くプラスチックのコップでございます。ガラスっぽく見えましたが樹脂でした。でね、これホテルのお土産ショップで売ってました。確か1個800円ぐらいだったと思います。ちょっと欲しくなっちゃいました。シャワーはと言いますと、大きなオーバーヘッドのシャワー、手で持つタイプのシャワーがありまして、で、蛇口はすごいシンプルですね。バスタブは深さがあまりないタイプでした。かなり浅いなという印象を受けました。シャンプー、コンディショナー、シャワージェルは壁にボトルがくっついているタイプですね。たっぷり入っていてありがたいのですが、これウエスティンに泊まった時同じスタイルで、リンスが空っぽで割と大変な思いをしたのでこのスリットからね、残量確認できるように改良されてたので、中身入ってるかなってチラッと見た方がいいと思います。バスルームの嬉しいポイントその2は、すべてのタオルが3枚ずつ置いてあるところです。で、ヘアドライヤーはこちらの袋に入っていて、モッツヘアのプリントはありますが、まあそんなにこだわりはなさそうかなっていう感じがしました。ロングヘアの方はちょっと大変かもしれません。はい、こんな感じでコンパクトなバスルームなんですが、それを補ういいポイントもありましたので、好み次第かなというのが正直な感想です。はい、というわけでルームツアーの最後はですね、窓からの景色をご覧に入れたいと思います。こちらはおそらくパークビューという名前の方の景色だと思うんですけれども、目の前はただひたすらにビル、高層ビル群っていうんですかね、向こうの方にランドマークタワーが見えております。左手の奥の方には巨大なオーケーですね、スーパーマーケットがあったり、アンパンマンミュージアムもちろん見えます。そして空き地がまだまだ結構あるんだなというのが印象的でした。なので何年か経ったらこの窓から見える景色っていうのもきっと変わるんだろうなと思いました。ここの部屋は低層階扱い、11階なんですけれども、高層階20階ぐらいになるともうちょっとみなとみらいっぽい景色も楽しめるんですかね。どうなんでしょう。ではホテル内の探検に出かける前に今日のディナーを決めかねておりまして、そのあたり先にチェックしておこうかなと思います。事前にホテル情報をチェックした時には、某予約ポータルサイトではですね、ルームサービスやってないっていう情報だったんですが、どうやら少しあるみたいです。アペタイザーやスープ、サラダ、サンドイッチ、カレー、他にはあるのかなと思いきや、あとは全部飲み物のメニューでした。オープン直後のオペレーションなのでメニューを限定しているのかななんて想像しつつ、今後ね、もしフルオペレーションになるようでしたらメニュー増えたら嬉しいなと思います。サンドイッチとカレーか、どうしようと思いつつ、ちょっと他のレストランも実際に見に行って決めようと思います。館内には3つの飲食店がありまして、1つは別の動画でお知らせいたしましたオールデイダイニングのパレードですね。一日中ビュッフェのスタイルでお食事が楽しめるレストラン、そしてスペシャリティレストランのオーシャンミラノバー&ラウンジのメロディーがございます。オーシャンミラノとっても素敵だったんですが、これは何気なく一人で行くレストランじゃないよなっていう、ちょっと特別な時に撮っておきたいなといういいお店だったので、今日はそのメロディーの方にね行ってみたいなと思って早速やってきました。夕方の5時まで、日中の時間帯はお茶や軽食を扱うラウンジとして、またこれから先ですねアフタヌーンティーセットの提供も始まるということで、すごく楽しみだなと思いました。夕方の5時になるとバー営業に切り替わるそうです。
アルコールのメニューが充実したり、またそれに合うフードの提供なども始まるそうなので、5時を過ぎてからの方がディナーの利用にはいいかなと思ったので、また後で来たいと思います。でちなみにオーシャンミラノはこちら2階にございます。営業5時半からなので、この時はまだ閉まっておりましたが、シーフードとローストビーフが楽しめるとても素敵なレストランでした。ディナータイムまでは若干時間を持て余してしまってるんですが、スタバみたいなちょうどいいカフェもないので、私はフロントデスクの横にあるこのお土産屋さんにやってまいりました。ジュースやサイダー、いろいろな横浜銘菓など食品も割と置いてありました。あとはホテルのオリジナルグッズなども購入ができます。チェックインしてからディナーの間までにお茶を楽しむ選択肢としては、ビュッフェのレストランですね、パレードでケーキを売っているので、そこでケーキとかチョコレート買ってきてお部屋で食べるのもいいかなと思ったんですが、この前あんなにお腹いっぱいになるほど食べたしなっていうのもあって、ちょっと今回はねやめました。もう一つは、ローソンがあるのでそこでコーヒー買ってきたりスイーツ買ってきたりでもいいかなと思ったんですが、ローソンかっていうのもあって贅沢な悩みを言うんじゃないって感じですけど、はい、カフェがあったらいいのになぁと思いました。これきっと K アリーナにライブとかのイベントで遊びに来る方も一緒だと思うんですが、会場の近くまで来て、さて時間潰そうかなって思った時に、なんもないじゃんってきっとなると思います。これからまたなんかテナントのオープンとか控えてるんですかね、それとも K アリーナは K アリーナで中になんかあるんでしょうか。私が今思いつくのは資生堂のグローバルイノベーションセンターのエスパークカフェが最寄りのカフェじゃないかなと思うと、まあまあ遠いなと思うので、これからに期待ですね。そんなわけなんで、私は今日はお部屋でティータイムを楽しみたいと思います。先ほどホテルショップで買った横浜航路庵の船もなかでございます。これ知ってますか？すっごい可愛いんですよ。パッケージにね、なぜかコアラちゃんが空飛んでて、それも好きなんですけどあとはこのヒルトンオリジナルパッケージの同じく航路庵薄皮ドラを買いました。どちらも日持ちするので好きな量食べた後は持って帰るかなと思います。横浜元町航路庵といえば、花元町というまん丸でカラフルないろいろな味のあんこが詰まったもなかも人気商品だと思いますが、私はこの船もなかを結構推しておりまして、見た目もすんごく可愛いですし、コロンと丸いもなかがね2つ袋に入ってるのでお土産にもちょうどいいんです。これは2個入りが2袋入りで650円、1箱650円の船もなかです。この右上に飛んでるパラシュートコアラがね、なんでコアラなのかちょっとわかんないんですけど、チーズビスコッティっていう商品にもこのコアラちゃんの焼き印がしてあって、めっちゃ可愛いし、そう美味しいんですよ。はい、おすすめです。というわけで開けたいんですが、がっちり封印されているので、まあまあ飽きません。ちょっとお待ちくださいね。もなか仕切りやすいんで包装大事だと思うんですが、もう綺麗に開けること諦めました。下から破りました。で見てください、これが船もなかです。可愛いでしょう。コロンコロンなんですよ。ちっちゃなサイズだからこそ、一口に入ってくるもなかの皮の分量が多くて、すごくね香ばしくってあっさりと食べやすいお味だなと私は思っております。中にはこしあんと丸い牛皮が入っておりますね。あ、今親切な私が開けて見せてくれるそうですが、開けたとてって感じですね。はい、特に効果的な演出ではなかったので、もう閉じます。シネマティックモードで撮ってるので、ピントを合わせるのが難しいでございますが、あ、見えましたね。はい、このね船もなかは季節店舗限定でモンブラン味というのも売っております。元町の本店とそごう横浜店、新横浜店のみなので結構リミテッドですよねあとは
東京すずもなかといって、東京駅のグランスタ店ですね、あちらで銀の鈴っていう待ち合わせスポットあったじゃないですか。あの鈴を模した銀色のもなかも売っております。私聖火学校通っていた時に、もなかの皮ってすごく作るのが難しいって聞いたことがあるんですよね、確か。で、専門の業者さんがいるぐらいって聞いて、この船もなかとか鈴もなかとか、きっちりその形に仕上げなきゃいけなくって、なおかつちっちゃいって、すごい技術がいるんじゃないかななんて思っていて、いつもありがたい気持ちで食べております。そして続いてはですね、もう一つのお菓子、薄皮どらでございます。こちらも中に求肥がね、結構たっぷり入ってて、もちもちして美味しいです。で、どら焼きのようなお味なんですけれども、皮が薄いのでそんなにお菓子自体にボリュームがないんですよ。なので、お茶受けにお土産に持っていくのには本当にぴったりだと思います。どら焼き1個食べると結構お腹いっぱいになっちゃうから、食べるタイミングってね、考えちゃいますよね。そんなわけで、先ほどのおやつを楽しみながら、お部屋でちょっとお仕事をしたりして、6時ちょっと過ぎるぐらいですかね、いい時間帯になりましたので、ディナーを取りにまたロビー階に降りてきました。昼間は太陽の光をたっぷり受けてキラキラまばゆいロビー階でしたが、夜は夜で、今度は大きな窓から川沿いの夜景を一望できる姿に大変身いたしますので、これはこれでとっても素敵だなと思いました。あまりこう川沿いの夜景って横浜に来てね、見られる角度っていうんでしょうか、そういう立地ってあまりなかったかなと思うので、この見え方もなかなかいいもんだなと思いました。私は普段全くお酒を飲まない生活をしているんですけれども、まあバーに来たからには一杯ぐらいはお酒を飲むのが大人のマナーなのかしらという勝手な解釈で、店員さんにおすすめをお伺いしました。そうしましたら、一瞬の迷いもなく、お客様メロディーレモンサワーがダントツ人気でございますということで、迷わず私もそちらを頼みました。じゃあそれでみたいな感じでなので、中に何が入ってるとか全然ちょっと分かってないんですけれども、こちらがお店の名前を冠したメロディーレモンサワーでございます。とてもね、香りが良かったです。やっぱりフレッシュのハーブが入っておりますので、レモンでさっぱりに加えて香りも楽しめるというのが私も好きなポイントでした。で、後からですね、これはなんかお通し、おつまみ、わかんないですけど、非常に落ち着く見た目をしたおかきちゃん、ピーナッツのお菓子みたいのをいただきました。で、フードメニューはと言いますと、やっぱりバーメニューなので、そんなにがっつりとしたお食事はご用意されておりません。で、これもおすすめ聞きまして、何がいいですかと言ったら、このローストビーフサンドがいいですよって、私はおすすめですと言ってくださったので、またじゃあそれでを発動いたしましたでは、こちらですね、かなりフレンチフライが山盛りついていて、あ、こんなにたくさん量来るんだって思いました。かなりお腹いっぱいになりました。他にはまあ、生ハムだったりとかアペタイザーみたいなものとか、やっぱりお酒が進むような料理を注文することができました。そんな感じで、一人でもりもり美味しいローストビーフサンドを食べておりましたら、ここで嬉しいサプライズがございました。週末限定で楽器の生演奏を楽しめるという情報は事前にホームページでチェックしていたのですが、私は多分その該当の曜日ではなかったはずなんですが、この日も夜7時からピアノの生演奏が始まりました。私は楽器の中でも特にピアノの音が大好きなので、すっごく嬉しかったです。そろそろお部屋に戻ろうかなって思っていたタイミングだったんですが、せっかくならこのピアノもうちょっと聴きたいということで、みかんジュースを注文しました。追加注文です。で、アルコールじゃないですけど大丈夫ですかって聞かれて、はい、もうアルコールは十分いただきましたので、みかんジュースを楽しみながら、このね、渋いピアニストさんの素敵な演奏をたっぷり楽しませていただきました。ありがとうございます。途中でね、ピアノの近くの席に移動させていただくことできますかって聞いたら、もう
どうぞどうぞって心よく移動させてくださったんで、そういったご対応とかお声掛けもすごい嬉しかったです。というわけでお風呂に入りまして、バスローブはですねこんな感じでございました。シワシワのままですいません、アイロンをかけるほどの余裕はありませんでした。で、結構丈も長めでポケットもあってすごい快適でした。で、パジャマはこちらですね。袖はちょっと短め丈で幅はたっぷりありました。で、ズボンはですね、女性の L サイズぐらいかなという感じで、そんなに大きくなかったので、寝るときあんまり窮屈は嫌だなっていう方はご自身のパジャマお持ちになると良いかと思います。で、閉めてみて分かりました、カーテンが素敵です。それでは今日もおやすみなさいませ。おはようございます。朝です。朝食食べに行きます。こちらのヒルトン横浜はビルの構造がちょっと変わっておりまして、このオールデイダイニングパレードに行くにはエレベーターを乗り換えて別の建物に行く必要があります。こちらがレストランの入り口でございます。私は今回窓際の席にご案内していただきました。お料理台からはちょっと遠い位置ですね。朝7時スタート、そして10時までが朝食の時間となっておりますが、私は今日ちょっと寝坊しまして8時を少し過ぎたぐらいにレストランに到着いたしました。すごいにぎわいでございました。なので邪魔にならないように、はい、いそいそと撮影させていただきました。こちらはですね、前回デザートビュッフェに来た時の様子ですが、まあ、全体像はこんな感じということで参考に差し込ませていただきます。それではお料理台見ていきましょう。まずはフルーツジュース、お水、デトックスウォーターがこんな感じでカラフルに並んでおります。こちらのピッチャーの中にはトマトジュースやアイスコーヒー、アイスティー、そしてミルクもいろんな種類が置いてあります。朝ごはんの定番、洋食の卵料理コーナーですね。ゆで卵、目玉焼き、スクランブルエッグ、そしてハムやソーセージ、サラミ、ベーコンといったあると嬉しいおかずたち、ハッシュドポテトやキノコのソテー、私がつい取ってしまうグリル野菜、トマト煮込みやベイクビーンズもありました。で、カットフルーツ、そしてそのままのフルーツ、チーズもいろんな種類楽しめます。こちらのコーナーも大人気でした。サラダのコーナーには前回美味しかった湘南ゴールドを使ったドレッシングもまた発見いたしました。それから何セクションと言っていいのか分かんないですが、冷たいおかずたちですね。あのデパ地下とかで量り売りでつい買いたくなるようなああいうやつです。で、トルティーヤとか生ハム、コールドミートのコーナーですね。続きまして和食のセクションですね。ご飯の隣にはお漬物やもずく、とろろ、ご飯が進むおかずたち、この卵料理もありますね。肉じゃががとっても美味しそうでした。煮物やさつま揚げなどもございます。で、こちらがお味噌汁ですね。その隣にはこれはおかゆのコーナーですね。中華がゆのトッピングも大変充実しておりました。そのお隣さんはですね、せいろに入ったシューマイです。ちょっとこれ開けるのは控えておきました。で、焼き鮭、めちゃくちゃいい色してるんですよね。これはサバだったかな、そんな気がします。で、ヨーグルト、フルーツのコーナーです。ヨーグルトはプレーンヨーグルト、フルーツヨーグルト、低脂肪ヨーグルト、3種類も用意されておりました。珍しいですよね。こちらはペストリーのコーナーですね。アップルパイや前回もお見かけいたしましたミニマフィン、そして朝に食べたいトーストにできるパンですね。ハニーコームもちゃんと稼働しております。あとはデニッシュ系も美味しそうでした。ここまで写しただけでもかなり品目も多くって、今日はどんな感じで行こうかなってちゃんと一周ぐるりしてから撮らないと、もうあれもこれも後から食べたくなっちゃうなと思って、結構大変でしたそれではライブキッチンの方に移りたいと思います。まずはですね、このハワイアンパンケーキを自分でトッピングできるコーナーがあります。で、私はオムレツを
焼いてもらっております。ハムやチーズ、キノコなど好きな具材を選んで作ってもらいます。でその脇にはですね、キッシュや焼きたてクロワッサンも提供されたてです。でカレー、ターメリックライス、エッグベネディクトなどございまして、私のオムレツちゃんもちょうど出来上がっていい感じになっております。はい、こんな感じでオムレツをメインに器によそってみました。どうですか、綺麗によそえてますかね。はい、それにコーンスープとサラダを添えて、なんか意識高いんだか高くないんだかよくわかんないよくわかんないセットでございます。私はですね、久々にこのベイクドビーンズが食べられたのがめちゃくちゃ嬉しかったですね。ニュージーランドにワーホリで行ってた時に本当によく食べました。まあ、でっかい缶で1ドルとかで売ってるんで、まあ、安いんですけど、これをねトーストに乗せて目玉焼きとか乗っけて食べると美味しいんですよね。懐かしい味を久々に体験できてとても嬉しかったです。でデザートにですね、ハワイアンパンケーキ2枚だけ取ってきました。トッピング多めです。それにフレッシュなパインを添えて、もう大満足です。本当お腹いっぱい、カレー食べたいなと思ったけど全然そんな余裕ありませんでしたそれがいいんですよね、ビュッフェってね。なんか満足したっていう気持ちが一番大事、無理しないのが幸せの法則でございます。最後に入り口のところにコーヒーまたは紅茶のテイクアウト1杯無料でついてきましたので、私はミルクティーを作ってお部屋に帰りました。このサービス嬉しいですよね。少しお部屋でのんびりしてからチェックアウトしたいと思います。というわけで、私のヒルトン横浜での初めての一泊もそろそろ終わりでございます。今回も長い動画最後までご覧くださってありがとうございました。動画制作の励みになりますので、チャンネル登録やグッドボタン、コメントなどでリアクションいただけるととっても嬉しいです。それでは次の動画もどうぞお楽しみに。またねー。